はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーブレイブエクスバイス、では続きをやっていきたいと思います。パーティー編成しましたね。ロゼリア一番上のこの白魔導士ですね、手に入れたので、こいつが今11レベルくらいかな、確か。で、魔法が、そう、バニッシュを覚えたんで、一応まあ光属性の攻撃ができると。で、白魔導士のくせに、まあケアルを覚えてないんですけど、まあ、このままいきますか。じゃあ、城内ですね。ワールドの、あれ。グランシェルド城内へ突入しましょう。おお、兵士がやられている。この城はもう陥落したな。お、生き残りがいるか。大丈夫か、しっかりしろ。一応立ち上がれるだけの、立ってはいないけど力は残ってるんだな。民の避難を優先させていたので、王がまだ避難できていません。なかなかいい王様じゃないか。わかった、王は俺たちが救出する。お前も避難するんだ。え、こいつってそんな偉いの？レインとか。申し訳ありません、城を守りきることができずに。城が落とされてしまったら、この国はもう。まだ落ちてないんだ、一応。心配するな。え？そうだ、とびっきりの力を手に入れたんだ俺たちは。王と民がいれば国は何度だって再建できる。そして王と民は俺たちが必ず守る。グランシェルトの騎士として、騎士の階級がどれくらいかっすよね。そうだ、まだ諦めてる場合じゃない。ありがとうございます。ではあとはお任せします。だってこの兵士もさ、なんか装備見た感じそこそこのもの装備してるよね。俺たちよりはさ、なんか兜とかも被ってるし。おそらく王は玉座の間にいる。急ぐぞ。ぶっちゃけ今の装備、革の盾とか、なんか革の鎧とか、なんかそんな感じっすよ。超貧弱装備っすからね。グランシェルト城内1階。体力4使うのか。結構使いますね。そう、フレンド登録を1人したので、レオンさんですね。こいつを使っていきましょう。ティナを使ってんのか、あいつは。お、強そうな奴らがいきなり出てきたぞ。よし、しかし実に陛下らしい話だ。民を優先して自分の避難を最後に回すなんて。そんな陛下だからこそ胸を張って仕えることができるんだ。ああ、早く助けに行ってやらないとな。王様結構強い感じがするけどな。その武闘派の王様なのか、まあ本当に王様政治しかだけやらない王様なのか、まあ、そこはあれですけど。石像ってことは金の針で一発で殺せそうですけどね。うわ、まあ魔導士が見えなくなってるんで。ローゼリアなんかあったっけな、ちょっと次の戦いで見てみましょう。魔法、この回復系のものは結構持ってたと思うんで。ブラナありますね。じゃあ自分にかけよう。あとはもう普通に攻撃でいいか。一般兵 A。 いやーいいな、鋼の装備とかなんかそんな感じだな。鉄兜とか、まあ装備をよくったってレベルがね伴ってないと。召喚もたまりそうだな。バトル4でたまったら使っちゃおうかな。お、下の兵士が強そうだ。これはなんだ、サージェント。サージェントに集中攻撃だ。まず頭を叩く。これが戦いの基本だ。硬い、硬いけど倒した。一般兵など話にならん。結局召喚たまんなかったし。一旦立っちゃうとな、もう
なんか召喚使うってあれでもないからな。これだったらあと1回攻撃すれば倒せるんで。何？フランを狙ってくるとは。あっちの窓アーマーの方がかっこいいな。なんかこっちの窓アーマーちょっと旧式って感じだな。第一世代窓アーマー、向こうは第二世代窓アーマー。金言った、84円結構手に入ったな。経験値もそこそこありますね、1000。あ、この光の石の塊、これが重要なんですよ、ランクアップさせるのに。グランシェルと城内2階、何階あるんだこの城は。あ、フレンドがいなくなってる。一定時間置かないと。連発では読めないのか。じゃあどうしようかな。もうヒットポイントは高いんで、このカインを呼びましょう。しかしここまで城内を攻めるとは。一体敵は何者なんだ。俺はあの鎧のやつが関係している気がする。だとしたら手強いぞ。今度はビジョンがあるんだ。二度同じ敵にやられてたまるか。このさ、窓アーマーに乗ってるやつをさ、尋問すりゃいいじゃん。お前は何者なんだみたいな。まあ一般兵だけどさ。でも窓アーマーに乗ってるってことは、そこそこの階級じゃないかな。一般兵 A よりは絶対いいでしょ。まあ窓アーマーに乗れる。うおー、ちょっとみんな暗闇になったな。これは一人ずつ直していこう。まだ戦いは始まったばっかりだし。ローゼリアは一番最後だな。まず、レイン。プラナで、レイン回復させて、ま、あとは、殴ると。やっぱミスってんな。うわ、また先行弾。結構鬱陶しいな。先に窓アーマーを始末するか。回復させてから攻撃しないといけないからな。まあ、勝利とかからかな、乗れんの、魔導アーマーに。おー、モンスターすら引き連れてる。クルルを回復させよう。ほい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 と。39とか。君ら一般兵では太刀打ちできないのだよ。てかここの城の兵士こいつらにやられたってことだよね。お、ボスバトル。何、まずは石像から倒していこう。頭を潰すとか言ってたけどいや実際戦うとなると、このこういうね、あ、倒せなかった。周りにいるやつらが鬱陶しいんで、どうしようかな。レインで倒せっかな。あとは後ろのやつを。サンダー剣とかどうかな。石像に雷が通るか。サンダラもかけよう。でローゼリアはバンシュ、ちょっと力を使っていきましょう。できればこれで。全然倒せねえ。なぎ払う。おお、召喚魔法を使うか。ルナティックボイス、とりあえずルナティックボイスを最初に発動させよう。いくつ当たるんだこれ。寝た。ああ、ダメージも通るな800ってかなり強えな。結局石像を残してボスを倒した。まあどうせあいつも後で出てくるんだろうな、普通の敵として。てかうちの城の兵士はだらしないな。こんな奴らにやられたのか。ランクアップ、これでラピス100もらえるんで200、あと300か。ただストーリーを進めるとラピスもらえますからね。多分この城がクリアできればまた100もらえると思うんで、
グランシェルト城内、玉座前。ここは少し強い人を連れてきますか。レベル20以上だな。どうしようかな。ポーラとか初めて見たな。パンツか。パンツに見えた。じゃあこのエドガーがレベル23なんで、エドガーを連れていきましょう。玉座の間はすぐそこだ。急ぐぞ。陛下、ご無事で。でもな、だいぶ攻め込まれてるな。もう上は完全にモンスターに占拠されてんな。エドガー、何それしてんだこれ。剣、レイピアみたいなやつか。ワイルドナックって結構最初の方に出てきてなかったっけ。てか城の背景がずっと一緒だな。あ、一般兵乗り込まれてる。向こうはどれだけの戦力を投入してきてるんだ。エドガーは機械とか使えないのかな。そういうアビリティ的なもの、ちょっと後で見てみよう。ここで見てみましょう。あー、またちょっと強そうな。あ、オートボーガンあんじゃん。これは大佐クラスかな。いや、大佐ほどじゃないな。弱いから。ここに出てきてるってことは、まあせいぜい少尉とかそれくらいか。サージェントだもんね。サージェント161結構食らうな。フランは見るからにちょっと防御力が低いからな。次で4か。ボスバトル。ちょっとオート外そう。お、これは少佐じゃないか。くなんだこいつらは。ラスウェル気をつけろ。こいつらただものじゃないぞ。わかってる。だが倒さなければ陛下の元にはいけない。ああ、やるしかないってことだ。左官クラスが出てきた。小村の剣士、これちょっと最初全力でいこう。まずはこいつはバニッシュしかないな、そもそも。いや待ってよ、まず一般兵を倒そう。これどうやってやん。普通の攻撃にするんだ。普通の攻撃の仕方がわからん。これを解除すればいいのかな。いや、もうサンダー剣で。デプロテをかけておこう。ちょっと待って、デプロテ上に行っちゃったな。これいったなんで倒せないか。うわ、ケラール使ってきた。名強マジか。全体攻撃できるやつは全体攻撃しよう。サンダラかけて、でエドガーもバイオブラスター。あとは攻撃か。みんな攻撃攻撃攻撃、ほいほいほいと。お、毒になった。マジか、結構珍しいな、ボスが毒になるなんて。2回攻撃すっげえ減るんだけど、350とか。美味しすぎる。ロゼリア回復あったよね。ちょっとこれ使っちゃおう。もうフランがちょっとやばいんで回復させてから、上の一般兵をぶん殴る。でクルルは一応サンダラかけて、ちょバイオブラスターかけよう。あれ、よし、あとはこいつだけだ。いいね、毒。雷鳴剣のフランもこれで、レインもフレインソード。クルルはリジェネだからサンダラにしよう。ローゼリアドランが攻撃とバニッシュだったな。ほい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 と。で召喚魔法が使えるようになったんで、召喚魔法を次使いましょう。
本気。え、何本気って。うおー、295めっちゃ食らった。ルナティックボイス、いけ。くーらえ。305、あれで305か。サンダラに、あとはバニッシュに。どうなんだろうな、サンダー剣とか属性弱点じゃなければあんまり意味なさそうだけど。倒せるか。倒した。さらばだ、ホムラの剣士。なんか落としてった。勝利。エドガーがすげえ役立ちましたね。おお、めっちゃやられてる。俺たちは無双したのに。たるんでるぞ。え、陛下もやられている。陛下もたるんでるな。陛下、陛下ご無事ですか。おお、生きていたか。ラスベル、レインも帰ったか。私なら大丈夫だ。なんだお前、死んだふりか。じゃあ帰ろうぜ。いやーでもこのやられようは半端ないな。そうか、みんな私を守って。お前は生かされたんだ、兵士たちに。申し訳ございません、私たちの到着が遅れたばかりに。いや、お前らがいたところで戦況は変わらん。うぬぼれるな。いや、変わったな。これだけで二人で蹴散らしてきたんだから。いや、お前たちが無事で何より。特にレイン、お前に何かあったら私はレイゲンに顔向けできん。やっぱひいきされてんな、レインは。ラスウェル、陛下を連れて城を出て外にいる軍と合流しよう。外に軍なんているんだ。すまない、世話をかける。そうだレイン、お前にこれを渡しておこう。これはレイゲンからの預かり物だ。時が来たらお前に渡してほしいと。おそらく今がその時であろう。魔法の鍵のレシピを受け取った。レシピってことは作るってこと？マジか。魔法がかかった宝箱を開く鍵。あ、そういうことね。鍵のかかった宝箱、何個かありましたよね。叫びの音、連勝奇跡とか両方持ってねえし。魔法の鍵について。ああ、開かない宝箱がありますと。魔法の鍵は調合またはショップからラピスと交換で入手できます。ラピス使うの？マジか。それだったらちょっと調合だよな。足取りが重い。で、ここまでやられてさ、その城下町的なところは大丈夫なの？ステージクリアボーナスでラピス100。96円。あ、787円あるってことは強化できるかな。ちょっと見てみましょう。クルル 400.7。 で、次はどこ行くんだ。あー、完全に町か、これ城か。どっちだ。なんかすげえ作りの建物だな。その中を足取り重く歩いていく。この国は完全に落ちたな。てかモンスター一気にいなくなったな。全部倒したのかこいつらが。城が燃えている。今さら？クソ、なんてことだ。入るときとかさ、燃えてなかったの？だっていつ燃えたんだよ。あいつは
いや、やつだけじゃない。中にもっと隠れているぞ。一人でも恐るべき強さだったのに、それが6人もいるなんて。構えろ、ラスウェル。いや、逃げろ。おお、この地響き、やばい。ナメック星が壊れるまで、それまでに決着をつけなければ。おお、崩壊すると思ったら変なやつが出てきた。あの子は菊勢で見た幻の女とよく似ている。これはどういうことだ。おお、土のクリスタルに封印されし者とはこの少女のことだったのか。なんだこいつ、サイレスでも食らったか。てんてんてんって、あの二人って。どの二人。なるほど、ビジョンの力を身につけたのか。貴様もビジョンの使い手か。ああ、今度は簡単にやられないぜ。言ったはずだ、無知は罪だと。またそれか。なんかムカつくんだよお前は。放っておけば脅威となるかもしれんな。ならば。お、これは我はパラディエアも言えてない。毒名血が一人、常闇のベリアス、闇使い。汚れた力を使うものにしよう。なんだなんだ何しに出てきたんだ。おおと思ったらバリア張ってくれた。この人は私たちの最後の希望、手立ちはさせない。てかマッパじゃんこの少女、川の鎧くらいだったらあげるよ。なんという力だ。この子は一体。まあいい、ここでの目的は達した。次のクリスタルへ向かうとしよう。こいつ仲間になるのかな。みんなルーラー使えんな。こいつだけ使えないのかな。歩いていってるってことは。みんなルーラー使えていいな。俺だけ歩いていかないといけないんだよ。君は俺たちを助けてくれたんだな。ありがとう。私はフィーナ。フィーナ。それが君の名前か。何も思い出せない。名前の他には何も。まさか、今の力のせいで記憶が。どんな力だよ。力を使うと記憶がなくなるって、とんでもねえ。ま、陛下とその子を救護兵のもとに連れて行かねば。ああ、そうしよう。次が王とグランシェルト。グランシェルトは大丈夫なのか。まあとりあえず、主人公を強化しましょう。多分いけるはず。覚醒750円だもんね。覚醒させましょう。おお、ウェイキング。俺は目覚めた。星3になった。レフェルは1に戻った。あれでも体勢が変わったな。なんか水に弱くなっちゃったぞ。ヒットポイント 10% カバウ。32レベルでなんか覚えるな。装備、うん、ブロンズアーマーとか革の盾だからな。はい、というところでグランシェルト城を攻略して、まあ、主人公のランクが上がったんで、まあ、少しレベルを上げてから次のところへ進んでいきたいと思いますので、今回はこれで終了します。